大谷静香です。今日の起床時間は。九時三十八分です。朝の体重測定。朝の体重は。五十五点八。昨日の夜の五十七点ゼロから。一点二キロ。落ちました。昨日の朝は体重測ってないので、比較はなしです。で、今日は十三時、もお昼ですね。お昼過ぎの。なんか朝昼兼用です。お弁当です。 鶏肉の生姜焼きって珍しいですよねこの生姜焼き3つまあ皮は苦手なんで皮剥がさせてもらいまして食べましたで私一口が大きいって結構コメントで書かれるので一回一口食べたら置くようにしましたそのはいあ,あ食べちゃった <laughs> 今二口でいけたのにな今のところやっぱ癖ってなかなか治らないもんですよね意識はしてます で16時半にえっとこれはまあそのあとね数ヶ月で結構痩せようとしてるのになんで飲むんだって思うかもしれないですけど私の考え的にはこの後はいトレーニングをするから、まあ、糖質は取っといても別にいいんじゃないかなって、まあ、思った部分があって、えっと、飲みましたこの日のトレーニングですね 要するにガッて体を落としてまあ運動をちょっとおやっていう状態で内いがしゃらしまって筋肉ごと体重削り落として体脂肪が下がったはいトレーナーさんがいろいろ喋ってくれてるのにきつくてリアクションが全然できていない私ですあとは背中引いたり何種目かな大体1回のトレーニングで。 4種目5種目くらいやります。でトレーニング終わりにプロテインです。珍しくメイクしてますね。ジムにいるときに。<laughs> 甘いってたプロテイン、いちご味のプロテインを飲みました。それで帰ってきて、えっと、本マグロ、えっと、スーパーで、スーパーで割引が貼ってあったんですよ。で、その表示価格からさらに、えー、レジで。 2割引っってことだったのでもう夜ご飯これでしょというまあこれこれでしょって偉そうに言ったけどそのトレーナーさんが今日この後こういうこういう感じで今日は食べたんですけどこの後何食べたらいいですかって言ったらまマグロとかいいんじゃないですかねスーパーで安くなってたりしたらいいですねって言ったらたまっ安くなってたのでこれじゃんと思って食べましたちなみにあの有酸素 1>, 1日1有酸素やるって言ってたんですけどジムから実は1時間歩いて帰ってきたんですよただ映像が撮れてなくてですねないんですが一応1時間、えっと、ウォーキングはしましたで夜の体重測定です夜は、えー、56.4今日の朝の55.8から 600g 増えましたまあそのマグロがねそのマグロって質量的には軽くはないじゃないですかなので まあ割と夜の方に食べたから 600g は別にえなんでっていう感じではないかなって思ってます皆さんはどんな一日でしたか明日も一緒に頑張ろうねバイバーイ